ジョン・コクソン・アシュレイ・ウェールズ・スプリング・ヒール・ジャックは、ジョン・コクソンとアシュレイ・ウェールズで構成される、イングランドの電子音楽デュオである。1993年に、イギリスのロンドンで結成された、スプリング・ヒール・ジャックは、ドラムンベースとジャングルの探求を始めたが、その後、ヨーロッパとアメリカの多くのミュージシャンと協力して、フリー・インプロビゼーションやジャズに分岐した。 アシュレイ・ウェールズはもともと現代音楽の作曲家でクレイジー・アバウト・ラブというバンドのリーダーであり、ジョン・コクソンは合流前には成功を収めているリミキサー及び音楽プロデューサーであった。1990年代にリリースされた彼ら最初の3枚のドラムンベースによるアルバムは革新的なジャンルとしての評価から好評を得た。彼らはまた年の楽曲、 ウォーキングウーンデッドを共同でプロデュースした。これは、エブリシングバットザガールのイギリスでのヒット曲で、かつてクレイジー・アバウト・ラブから解雇された、ベン・ワットをフィーチャーしている。映画的なアルバム、ディサピアードは、ウェールズとコクソンの変化を示す作品であり、イギリスのサックス奏者ジョン・サーマンが参加した。彼の登場は、後の変化への前兆だった。レーベル、サースティー・ーの クロスジャンル、ブルーシリーズから発表された最初のアルバムであるマセズは、さらに急進的な出発点と呼べる作品となった。コラボレーションしたミュージシャンには、サックス奏者のエヴァン・パーカー、ジョン・チカイ、ティム・バーン、ベーシストのウィリアム・パーカー、トランペッターのロイ・キャンベル・ジュニア、ケニー・ホイーラー、ワダダ・レオ・スミス、トロンボーン奏者のポール・ラザ・フォード、ドラマーのハン・ベニンク、 ピアニストのマシューシップ、ギタリストのジェイソン・ピアースが含まれている。2006年、国ンとエールズは、レコードレーベル、トレーダーの運営を開始し、自身及び最近の共同制作者を含む他の関連アーティストによる CD をリリースした。ありがとうございます。